セフォラでケアリから出ているピスタチオ33を試します。最初のピスタチオの香りは、ここ1ヶ月海外で鬼リピ投稿されているケアリフレグランスのヤムピスタチオジェラート33です。これを試さずに買わなくて本当に良かったです。アクオリーナのピンクシュガーにピスタチオのフランカーがあったらこれがぴったりです。長時間冷凍庫に放置されていて、冷凍焼けした人工的な味のアイスクリームの記憶を呼び起こす香りです。ナッツに含まれる特有の脂肪分、あの滑らかさが著しく欠けています。2番目のピスタチオの香りは DS&DALGA のピスタチオジェラートです。好きになる期待が大きかったのですが、重いアンバーが気分を悪くしました。1時間ほど嗅覚が麻痺してしまうほどの甘さで濃厚です。3番目のピスタチオの香りはエルメスの新作シテールの庭です。今日の5つの中で最もリアルなピスタチオの香りです。オープニングは私が求めていた素晴らしいピスタチオの香りで、美味しいピスタチオレモンケーキを思わせましたが、お肌につけると短時間で消えてしまいました。4番目、ソルデジャネイロのソルチェロイサ62は褒められますが、目立ったピスタチオはありません。むしろ美味しそうなココナッツが目立って楽しいサーファーガールらしい雰囲気です。ゲランのラ・ペティト・ローブ・ノワール・オー・フレッシーは5つの中で最も洗練されていておしゃれです。ナッツの香りであるピスタチオよりもお花の香りが強いです。個人的にはこちらが5社の中で私のお気に入りです。アーモンドのノートがお好きなら、あなたもこれが大好きになるかもしれません。